FORZA STYLE。FORZA STYLE編集長の星野です。実は3月13日に、超最強スーツオメガというのをですね発売しまして、細かいストライプ柄と今回、細かいチェックとネイビーグレー、計4着出したんですけど、なんと4着買いしてくださる皆さんもいらっしゃって、僕自身もねすごいびっくりしたんですね。やっぱり皆さん聞くと柄物必要だったのかなと思って、僕無地にこだわっていつもねなんか無地しか出さなかったんですけど、ようやく出して今回はビッグヒットということで、セットアップをですね、購入していただいた高橋さんに実際に着心地をですね今回ちょっと聞いてみたいと思います。ということでよろしくお願いします。いかがですか、実際に今日着てるのがそうですか？これ買ったやつです。ネイビーのセットアップ、はい、もう結論から言うと買ってよかったです。早いですね。買ってよかったです。まずそこだけはもう結論してお伝えしておきますけども、なんでですか？着心地がよくって、どんな場所でも使えるのと、ちょっとこの間食事会に行ったんですけれども、食事会、何の食事会？ちょっと女性もいらっしゃる食事会。それって食事会っていうか合コンじゃないですか？それちょっとこの場では食事会、この場ではそういうことなんですね。食事会としときますけど、一応ね、やっぱりこういうちょっとスーツっぽく見えてる方が評判よくって、なんか帰り際になぜか名刺を渡されまして、女性の方から何か社長と勘違いされたのかなと、できる男とね、ちょっとそういうもしかしたら感じが出たのか。今回この無地だけじゃなくてストライプ柄とチェック柄と、両方ともネイビーグレー4着出したんですよ。柄物はどうですか？いや、ちょっと気になってるんですよ。いいなと思ってて、小田さんが出てる動画も見てて、僕どっちがいいかと、これネイビーなんでグレーがいいかなとか思ったり。なるほどね。今着てるのがネイビーだからグレーのストライプを買うか、そうですね、ネイビーのストライプ買うか。でも柄もないんで、ちょっとネイビーのストライプチェックもいいなと思って、ちょっと小股の迷いが生じてます。なるほど。実は今回ブレザーも出してるんですよ。これはどう思いますか？これは実は僕ブレザー買わせていただいてるんですけども。買ったんですね。これはもう即買いしました。春以降使えるようなさらっとしたやつなかったので。なるほど。しかもボタンがシルバーで、あれ持ってるやつ着てたのはゴールドですよね。しかもちょっとこの時期になってくると暑いんですね。なのでこれちょっと生地がねさらっとしてて、確かにこれメッシュですしね。そうなんですよ。ですごいなんていうんですかね、シルエットが綺麗なので着やすいですね。やっぱちょっとシルエットがやぼったいとダブルはね難しいので、これはもう。これも個人的にすごい良かったです。なるほど。じゃあ今の高橋さんとしてはネイビーのストライプかグレーのストライプか、もしくはネイビーのチェックかグレーのチェック。そうですね。ちょっと考えていただいて、じゃあもう1着ぐらい買っていただいて、そうですね。直しが上がってきた日かな。その日にじゃあお食事会をセッティングしていただいて、直しの日にセッティングしますね。そうですね。2-2でいきましょう。たまには気絶しながら。ということで、すごく好評を得ているこの超最強スーツオメガのシリーズ、ぜひ皆さんもですね店頭で着ていただいて、よかったらね僕らと一緒にお食事会行きましょうよ、ぜひね。ということでぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。モテるようになりますよ、こんな感じで。